グローバーです。毎日1枚1年で365枚の名画をお届けする日めくり3分間名画の旅、今日の作品はこちらです。302枚目の作品はワウエルマンの足毛の馬です。作品を選んでいただいた番組監修の藤久志先生からお話を伺いましょう。藤久志です。フィリップス・ワウエルマンは17世紀オランダ黄金時代の画家ですね。ハーレムで生まれた彼はその人生のほとんどをアムステルダム近郊のハーレムで過ごした人ですね。一時期フランスハルスに学び、風俗画、風景画、宗教画など多くの題材を描いています。ですが特に彼は馬の絵を数多く描き、18世紀の王侯コレクションには必ず収蔵されていたといいますね。狩猟画なども描いていたので貴族たちに愛されたんでしょうね。狩猟民族であるヨーロッパでは馬と犬の絵は特に好まれたんです。オランダは小さな国ですが海洋国家で、黄金時代のこの頃は世界を股にかけて活動していましたね。その盛んな貿易によって文化や絵画も広く伝播していたのですね。馬の絵では競走馬を描いたイギリスの作品を紹介してくださいましたよね。ジョージ・スタッブスが描いたホイッスルジャケットでしたね。あ、そうです、これこれ、ジョージ・スタッブスでしたね。馬を描く名手ですから、ワウエルマンとスタッブスの名は覚えておくといいですね。今日のワウエルマンの作品は少年に手綱を引かれた馬が丘の上に佇んでいる図ですね。空が広いですね。この空が大きく描かれた構図とそこに浮かぶ雲はオランダ風景画の特徴ですね。ワウエルマンの別の絵、兵士と馬も同じ構図ですが、空の様子が違って空の表情を描き分けているんです。オランダの画家は空を描くのがうまいですね。そしてワウエルマンの馬は絶品ですね。犬もいますね。ありがとうございました。では最後はクラシックソムリエの田中康さん、音楽のお話をお願いします。今日の音楽はシューベルトの歌曲集冬の旅から菩提樹です。ドイツの詩人ウィルヘルム・ミュラーの詩につけられたこの作品は、美しき水車小屋の娘、白鳥の歌と並ぶシューベルトの三大歌曲集の一つ。中でも名高い菩提樹は近藤作風の日本語訳で親しまれてきた名曲です。